インパクトチャレンジ、シエラ編遊んでいきましょう。ファーストコース、ファーストステージです。お願いします。もうね、エレノアを使いますよ。シエラを使わないです。昨日の動画でね、多分シエラはゲットしてると思うんですけど、シエラは使わないです。使いにくいっす。はい、なので使わないです。よし、とにかくね、これね、その動画的には実質無料でゲットしました動画の1時間後ぐらい撮ってるんで、ちょっとね、頑張ってため撮りしないと。はい、多分ね、今日のもう一本上がるであろうウィークリートーナメントの動画は結構遅くなると思うので、はい、なのでまあまあまあ、この動画だけでも先に上げておこうじゃないかっていうところで、私は今やっております。よろしくお願いします。ちょっとね、ちょっと多分バタバタするんで、今日ちょっと遅くなるんでね、帰るのがそもそも、お家に帰ってくるのが遅くなるんで、多分動画を撮るのは結構深夜になると思うので、だからこそね、とりあえず、多分この動画は多分18時にちゃんと上がってるのかなと思いますけども、はい。上がってたらいいね。まあさすがに上がるかな。今からだってインパクトチャレンジ2本取るからな。やば。インパクトチャレンジの報酬さ、イベント期間中などイベントメダルがあるからすげえ美味しく感じたけどさ、あれないとまずくない？びっくりしてんけど、今もらった、報酬もらった瞬間さ、そんなまずいの？報酬。そんなもんなんやと思ってさ、びっくりした今。それだけってなったもん。そんげだけしかくれへん。え？しょっぺーと思いながら見てたの。あ、マジか。マジか。いや、これ絶対届かんやん。マジか、やらかしたー。でも、こういう時に入れてこそですよ。あー、またちょっと、ちょっとずれてるな。ちょっとずれてる。惜しいな。あとちょっとやるけどな。結構多いよね、こういうところがね。まあ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 、意外と良かった。ここ最近ね、OBS を録画してる、今録画とか配信をするときの OBS っていうね、やつがあるんですけど、それを起動するとね、なぜか Bluetooth イヤホンがカスみたいな音声になるっていうバグがね、ありまして、まあカスみたいな音声になるというよりかあれなんですよね。Bluetooth イヤホンの、なんだ、マイク、通話モードみたいな、通話モードの 音量がめっちゃカスの音量なんですけど、音質になるんですけど、それに、ね、勝手に切り替わってね、困ってた OBS がね、めっちゃ不便だったんですけど、ちょっとなんとか見つけまして、解決策をね、マイク通話状態の、てかマイクを、AirPods のマイクを消すっていう、パソコン上ではマイクは使えないようにすることによって、カスみたいな音質を聞かないで済むようになったんで、ちょっと今ね、嬉しいんですよ。まあ、白猫ゴルフとかね、こういう動画は別に、音量聞きながら別にやらなくてもよかった、いいんですけど、他のゲームね、普通のなんか、スイッチとかのゲームをやるときに、僕 OBS にパソコンを繋ぐことでみたいな、別に OBS 繋がなくてもできるはできるんですけど、繋いだ方がさ、動画撮るときとかに、録画は OBS で繋いでるんで、結局 OBS で聞けない、音聞けないとゲームできないんですけど、その際に、やばかったんですよ。ああ、これ、外出てほしかった。これなら外出てほしかったな。そうで、それで音がカスカスで、どうしようみたいな。今後、僕がなんか、他の、ああ、僕が今後他のね、ゲームをやるときに、めっちゃ音質悪い状態で聞くの嫌やなってずっと思ってて、どうしようかなって結構調べてて、ここ数日ずっと調べてて、で、実際マイクを切るっていうことはしてたんけど、それどっから行くねみたいな、Windows11 のさ、設定画面が知らん、わからなすぎてさ、
どっから行ったらこの画面行くのやろってずっと思ってて、で今日ガチャガチャ言ったらさ、その画面に行ったから やったーと思って早速やったらね、あの治ったんでよかったですっていうお話です。その話をしたかった。ただそれだけです。めっちゃ音ずれてる。ちなみにめっちゃ音ずれてます。だから録画もなんかたまに音ずれてるよな。なんだよなこの音ずれ、やめてほしいんだけどな。僕が聞くときの音ずれはまあしゃあないと思うんですけど、録画するときも音ずれるのはマジでやめてほしいな。まあまあとりあえずはインパクトチャレンジ、これが第一ステージでした。ふぅ、あと一個取ってねえよ。頑張ります。ああ全然くれん。ほらしょっぱくね、報酬あざした。